ハロー、アサギーニョです。今日は身長の10センチ違う友達と一緒にポピーの春服を使ってコーディネートしていきたいと思います。隣にいるのは私の友達のゆかです。今日は鼻声なんですけど、花粉で鼻が詰まってます。ごめんなさい。隣にいるゆかは身長155センチで、私は166センチなんで、だいたい10センチ差があります。で、あ、これパジャマです。かわいい色、これ色違い実は着てんねんけど、遠目から見たらちょっとわからんな。ゆかの方はレディースサイズ着てて、私大きいやん、これメンズサイズやねんけど、意外と着れるし、メンズサイズでダボっと着たい人多そうやなと思った。正直めっちゃ気に入ってます。私お家の中が一番自分らしく無邪気でいれるなって思うねんやん。だからお家の中こそ全力で自分らしく、そんな自分を愛せるようなパジャマが作りたいと思って、そういうメッセージが込められています。ちなみにインするとこんな感じ。私はね、インしたい派なんよね。なんかスタイルアップして見えるから。次はスウェットコーデです。もう可愛いスウェットが生まれました。生まれたんです。これフリルスウェットって言って、フリルがついてんねんけど、その下にコットンレースがちらりと見えるのがわかるかな。このコットンレースが少しガーリーさも出してくれてて、スウェットって結構カジュアルに見えやすいけど、カジュアルすぎず、でもこのゆたっとタポッとした腕回り、本当にいいものが、いい子が生まれました。私はロングサイズを着てます。ゆかの方ショートサイズで、これね、これレースね。で、お尻周りとか腰周り隠したい、ダボっと着たいって人はこのロングの、メンズの方とかはロングを着てもらえたらいいかなって思います。あとフリルの位置ね、フリルの位置問題がやっぱ高いとさ、ガタイがグッグッと見えるやんか。だからほら肩幅とか気になっちゃったりとかするから、この位置がベスト、ベスティです。ねえ、何この隣の生き物、可愛いんだけど。今日はなんだか目の保養になるルックブックなんじゃないでしょうか。では次、このね、隣のゆかね、今日私撮影する40分前ぐらいにいきなり電話したわけで、今日今から撮影すんねんけど、身長別でルックブックでポピー紹介したいねんけどって言ったら、秒で来てくれました。なのにこの完璧さ、まつげ一本も乱れずに完璧に来てくれた。で、こちらがカーキのフリルスウェットです。こっちは結構カジュアルでレースがついてるけど、あんまり甘くないから、普段レースとか着ないよっていう人でも挑戦しやすいかなって思います。失礼しました。でもなんか鼻通ってきた。今ゆかはメンズサイズというかロングバージョンの方着てて、私がショート着てる。あ、このゆかのさ、オレンジのさ、オレンジっぽいメイクがカーキはすごく合うね。めちゃくちゃ合うね。ほんでカチューシャをつけると甘さが足せて、でこういうバケハの形やとちょっとなんていうの、アウトドアみたいな、ちょっとカジュアルな感じになれて、ちょっとかっこいいよねこの感じ。私はでもカチューシャ派かな、どっちかというと。このゆかのデニムは私の私物をさ履いてもらったから、ちょっとサイズあれやったかな。で次です。次こちら、踊りたくなるブラウス誕生いたしました。こちらのブラウスのこだわりを聞いてくださいます。こちらインしてもアウトしても可愛く着れるように作らさせていただきました。インした方はこの私の方なんですけど、すっきり着れるのはもちろん、このゆかはんの方のアウトした時のこのウエストの切り替えというか、くびれができてることによってすごくあれですね、可愛いですよね。アウトした時に普通のシャツみたいにダラってするとさ、ウエストにこうくびれというか、境目がクッ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 キー、ごめんね、語彙力がもうなくなってきちゃってて、まあもともとないんだけど、とにかく可愛いっていうことを伝えたかったです。あ、そうや、これ前開きにしても可愛いんや。それやればよかった。やばい、ちょっと待って、正直に今言います。鼻血が出てきました。鼻血だ、久々に何年ぶりかに今鼻血が出てます、いきなり。あ、これはなんだ、可愛すぎたか。
新作が可愛すぎたのか。はい、ちょっと一旦ティッシュで押さえながら、こちらセットアップです。可愛いやろ、これ形めちゃくちゃこだわったんです。あのパタンナーののりちゃんと一緒にこう作ったんやけど、襟の形もこだわったし、これキルティングになっててうっすら綿が入ってんねんな。まあそんなにあのもくもくちゃうねんけど、すんごいこのスカートのフレア綺麗ちゃう。そして袖口見てください、つぼみのようにぷくっとなっているから、すっごいシルエットが可愛くできました。ではこれのトップスを変えます。これにね、これにスウェット合わせたら、ちょっと待って、すごい口の中が血の味する。このスウェットがちょっと待ってね、ちょっと血の味が気になって、すいません。はい、すいません、失礼しました。止まりました。このお帽子かぶった床を見て見て、これ物語の絵本の中から出てきたんでしょうか。この子は非常に可愛いです。こういうなんかラブリーな帽子をスウェットと合わせてもすっごく可愛いよね。あとこのキルティングのスカートのフレアがめっちゃ綺麗から、上は T シャツとかなんかダボダボした服とかそういうものを合わせてもものすごく立体的に全体的なシルエットをしてくれるよね。今日はなんか語彙力いつもよりやばいやん。今日販売日の4月1日やというのに、私は今日早起きしちゃってすんごく頭が回らないんです。許してください。このでも愛というか思いはみんなに伝わってるといいなって思います。はい、こちらはギンガムセット、間違えた、ほらやばいってマジで、ギンガムチェックのセットアップです。こちらはさっきのねセットアップと肩は一緒なの。でも生地が違うだけでこんなにちょっと雰囲気違うよね。今回の作った春服の中でも一番特別な日に着てもらいたいなって思うセットアップです。このねギンガムチェックのセットアップってだけでもすごくインパクトあるんやけど、さらにこのベレー帽、青いベレー帽、そして赤を拾った赤のカチューシャ、こんな風な合わせ方をしちゃったらもう宇宙まで飛んでいけそう。ほんでこれちょっとみんなにしてほしいコーデなんやけど、上を T シャツをこのスカートに合わせてみてください。これね襟がついてる T シャツで、この前ザラでみんなに紹介したやつなんやけど、これ T シャツと合わせたらさ、かわいい。トップスっていうか T シャツは結構カジュアルでシンプルでさ、なんか幼稚園かわいい、かわいい幼稚園児じゃん、バブちゃんじゃんはい、そんなわけでここからは私のこだわりを喋らせてください。どうぞ。パキン、ハロー、アサギーニョです。そして今日はお友達のゆかです。ゆかちゃんです。今日はポピーの春服新作が出ます。やっとみんなに届けられる。で、ゆかちゃんは身長155センチで、私が166センチで、ちょっと身長差でちょっと撮ってみました。というわけで紹介していきます。よろしくお願いします。まずパジャマなんですけど、実は色違いで、こっちがスカイブルーで、こっちがイエローとパープルっぽい感じの色なんだけど、ちょっと元気っぽいイメージが好きな子はこっちで、もう少し柔らかなイメージがいいよって子はこっちで、これ私はメンズサイズ着てて、でこっちはレディースサイズ、ここポケットかわいい。パイピングの色とか違うんだよね。ちょっと大人っぽい色にしてみた。ここの色はちょっとポピーは柔らかいガーリーな感じにしたかったので襟をちっちゃくしました。次はスウェットです。ババン、これカーキとホワイトで作ったんだけど、このちょっとチラリと見えるこのレース、プリプリしてんの、これが可愛くて可愛くて、私はこのレースにしました。でもなんかこうめくれたとこのここもね、実は可愛くてお花の柄になってて、ここで隠れちゃうのがもったいないよっていう感じなんだけど、あとここの袖のタポット感がたまらない可愛い形になりました。これショートとロングあります。ここがクリーンってねなりやすいから、時々アイロンでこうやってちょっと落ち着かせてあげたりとかしてね。今回はねメンズも着てもらえるようにって言ってメンズサイズとか展開し始めたんだけど、これを着てるメンズに私は会いたい。いたら私もう声
かけちゃう絶対。メンズサイズとレディースサイズどっちにしようかなって迷う人いると思うんだけど、インとかよくする人とか、こっちはダボっとしてるからさ、こっちはちょっとスタイルアップキュッとして見せたいとか、シルエット見せたいって時はこっちかな。でもこっちちょっとゆるくダボっと、腰回りとかお尻回り隠したいって人はこっちかな。では次、ギンガムチェックのパンツをどうしても作りたい。これを作っちゃいました。これね、ギンガムチェックって言ってもね、白じゃないのよ。この間の色がちょっと薄黄色みたいな感じになってるから、あんまりこう派手すぎない。このボタンはポピーがいつも使うマットなボタンなんだけど、それにしてますっていう感じです。かわいい。じゃあ次お願いします。美味しそうな色ですね。ありがとうございます。ちょっとブロッコリーみたいな感じだよね、これ。ブロッコリーパンツ。次はこのブラウスなんだけど、本当に本当にかわいい。これはちょっと踊り出したくなるようなブラウスっていう。以前にさ、めちゃくちゃ人気だったマーガレットブラウスっていうのがあるわけ。それのリバイバルとして半袖作ったのね。やばくない？ここのプリプリ加減キュート。でこれインもアウトもできるようにしたのがちょっとミソ。お味噌。ここがさ、インした時に切り替えの部分がこう隠れていいじゃん。アウトした時でもまっすぐやぼったくならないように、ここ切り替え入れてることでちょっとウエストキュッて見えるって。肩もね、パフスリーブにするとさ、結構さ、肩さ、ガンダムになるやつ多いと思うんだけど、肩のラインより内側でパフスリーブ始めてるから、あんまりこう、ガンダムにならないなと思って気に入ってるポイント。これちょっと大人っぽく着たい人とかでも、この白とかね、いいよね。はい、次です。次は、あ、そのスカートは実はもう前のやつで、そう、完売しちゃったの。再販求むって感じだよね。じゃあ次はセットアップの紹介です。このなみなみのステッチ、これがちょっと大変だったんだよね。あとスカートもうフレアが綺麗に出て可愛いんです。ボタンはちょっと締めるような感じのべっ甲っぽいボタンです。これが最後ギンガムチェックのセットアップで、全くさ、これとさ、これさ一緒なわけ。ここの襟を作るのも超時間かかって、襟って深いんだってすごい思った。なんか襟の角度とか大きさだけでこんなにイメージって変わるんだなって思いながら作っていました。このっぺりしないようにここにね、あのギャザー寄せて作ったんだけど、はあ、このスカートもね、びっくりすることにさ、だいぶシワがさ、あ、確かに少ないの。これ結構気に入りポイントかも。私椅子とかに座ってもそうだね、お尻とか気にしなくて。バキュン。はい、というわけでポピーの新商品の紹介でした。ポピーの店舗は3月4月は予約枠が埋まっちゃってるので、5月からの予約はポピーのアカウントでアナウンスします。これはもう4月1日9時から販売スタートです。ぜひゲットしてください。記事の関係でね、毎回売り切れちゃうことはご了承いただきたいので、9時からしっかりアラームかけて待っててください。今回のお洋服もワクワクできるようなお洋服を作りました。ポピーのメッセージがね、決まったの。エンブレスユアワクワクがメッセージになったの。エンブレスっていうのは抱きしめよう、あなたのワクワク。みんなワクワクすることって別にいいじゃん。無邪気に子供みたいになんかこういうことやりたいとか、自分に期待することを恥ずかしがらなくて、うちらは認め合いたいし、こう抱きしめ合いたいねっていうのがメッセージなの。お洋服着て自分に自信湧いたりとか、ポピーのこの輪の中では抱きしめ合えたらいいなって思ってます。ありがとうございます。涙です。はい、というわけでありがとうございました。販売は4日間限定なのでお気をつけください。それじゃあ次の動画も見てね。あ、ゆかちゃんは概要欄にリンク貼ってるのでインスタとか見に行ってね。お願いします。じゃあねー。バキュン。